それではですね、今回の動画では Excel で IsNumber 関数こちらの、ね、使い方をやってみたいというふうに思いますでこの IsNumber 関数なんですけども言葉で説明をするとテストの対象に指定したセルの値が数値だったら true と で数値以外の場合はファルスで返す関数ということでこちらの、ね、関数は IF 関数と、ね、組み合わせて使うことによって例えばこの表で言うとこの筆記試験の点数が入ってますけれども点数が入っている人は試験終了とそうじゃない方はまだこれからといった形で表示をすることができますのでね、まあ、早速この表を使ってやってみたいという,ふうに思います。それでは、ね、まずこの表示をしたいセルをクリックをして関数の挿入ボタンですねここをクリックします。 でまずは If 関数を入れていきますので If 関数は関数の分類の論理ですね。はいえー、そうするとますぐ上に出てくると思いますので If を選んで OK と、はいえー。そうすると If 関数のボックスが開きましたと。でこの一番上の論理式のところにここに IsNumber 関数を入れていきますので関数の中に関数を入れたいのでこの左上の名前ボックスのところですねここをクリックします。でまあ、その他の関数ですね。 はい、でこれで、イズナンバー関数を選んでいくんですけれども、イズナンバー関数はこの分類でいうと、情報にありますので、情報を選んで,で、比較的に上の方にありますので、ずっと下がってもらって、ですね、イズナンバー関数を選んで OK と。はい、で今度はイズナンバー関数のボックスが開いたので、このテストの対象のところには、今この数字が入っている、86点が入っているセルですね、ここをクリックします。はい、でこれでで もう一度、IF 関数に戻りますので、数式バーの IF のところをクリック。で、IF 関数のボックスに戻りました。はい。で、今回、じゃあ、この真の場合のところには、えー、そしたら終了済みにしましょうか。終了済みと入力をして、まあ、偽の場合、この条件に当てはまなかったときには、未終了と入れます。はい。これで OK ですね。はい。そうすると、終了済みという形で出ました。であと、この下はこのままコピーをしてあげれば、 こういった形ですね。なんでここの数値が入ってないところは、まだ試験が終了してないですよ。という形で表示することができました。はい、こういった形でね if 関数と is ナンバー関数組み合わせて使っていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。